バート・ガスタインは、オーストリアザルツブルク州にある都市であり、温泉地として知られる。ホーエ・タウエルン国立公園の北部、グラウコーゲルの麓に位置し、5838人が暮らしている。バートは、温泉という意味で、ガスタインの由来は、インドヨーロッパ語族の言葉を遡ると、灰色の川や、飛沫を上げる川という意味になる。ガスタナータールの上端にあり標高は、 海抜船にメー取る。斜面に連なって立つ歴史ある宿の街並みが特徴的である。街の中心、ガスタイナータールは最古のもので963年の証書の中でガストナという名前で言及され、当時はバイエルン公国の一部であった。1297年にはザルツブルク大司教が購入した。もともとは金鉱山として利用され、中央東、 アルプスを横断する古代の交易路の拠点であった。温泉郷としては1230年頃、ミンネ・ゼンガーのナイトハルト・フォン・ロイエンタールによる、中高ドイツ語の次第グレイザー・ニン・レア・ガスタインの中で歌われている。ガスタイナータールには神聖ローマ帝国のフリードリヒ3世や、ルネサンス期の内海パラケルススも訪れている。19世紀には、バート・ガスタインは流行の保養地になった。 バートがスッタインを訪れた人物には、シシーの愛称でも知られる、オーストリア皇后、エリーザベトやドイツ皇帝のビルヘルム・カズヨ、その最小夫ト・フォン・ビスマルク、インドの独立運動家スバス・チャンドラ・ボース、ブルガリアのツァールである、フェルディナンド・カズヨ、イラクの王、ファイサル・カズヨ、サウジアラビアのオイ・ブンサウードやイランの最後の皇帝である、モハンマドレザー・パフラビーなど数々の君主や指導者、他に、 オペルの創業者、アダム・オペルの息子である、実業家、ビルヘルム・フォン・オペル、作曲家のロベルト・シュトルツや、作家のサマセット・モームがいる。1865年にビスマルクは、ガスタイン協定に調印し、オーストリアとの間で、第二次シュレース・ビヒ・ホルシュタイン戦争後のシュレース・ビヒと、ホルシュタインの統治権に関する条約が結ばれた。 作曲家のフランツ・シューベルトは1824年にガスタイン公共局のスケッチを書いたとされる。ガスタイン公共局の楽譜は残されていないが、グランディオや八重奏曲のことであるとも言われ、現在ではザグレートのことであると推定される。タウエルン鉄道が開業した1905年の頃から大衆観光も盛んになった。ありがとうございます。